ある時は鉄工所の親父。またある時はラジオのパーソナリティ。そんなヨッシー清松が、その豊かな経験と人生哲学で、あなたの明日をクリエイト。ヨッシー清松の、あなたの未来。始まり。まーす。清松総合天。 豊田県で一番有名な社長、吉井清松ですせーの、いいね,いいね皆さんこんばんは、アシスタントの松本久美子です まああのよしいろんなところでお話しされてますし今年は月謝の朝礼を行いまして1月5日の日に行ったんです。ということは年の初め年初の朝礼ですねそうそうそうの今回もたくさんの方が来ていただいて、はい、えっと計21名の方が集まっていただいて何の話しようかな今回、ね、お題がなかったんで、うん、何の話しようかなと思って、まあ、年初にあたって何か面白いことを言いたいなと思ってたんで。 えー、ウェブ3の話をしたんですよ。ウェブ3とは？ウェブ3っていう言葉<ぇ>なんかよく最近聞くじゃないですか。なん<う>、えー、ですか、ね、ウェブ2ウェブ3なんですけど、はい、えっとそのウェブ3、えー、っと意味的にはね脱中央集権そしてブロックチェーンっていうその技術で。 ウェブ3というのは成り立っているんですけども、はい、えっとちょっとウェブ1って何かというといわゆる発信者がユーザーに直接行く一方通行のやつブログとかそうですよね、えー、ブログを書く人がいてそれを読む人がいるっていう、まあ、一方通行の話のがウェブ1という時代がございましたその後ウェブ b 2という時代は何かというと,、えー、っとユーザー同士が互いにこう 双方向でつながるっていう、まあ、いわゆる SNS なんてのも Web2 の時代ですよねえー、っとそ,の、まあ、それを受けまして今度今話になってるのが Web3 っていう話ですこれどういうことかというとーユーザーが何人もいるのは全員が全員ともつながっていくっていうそういう世界 がウェブ3でそういう風になった時に一番困るのは何かっていうとどっかの誰かが自分の利益のためだけに嘘情報を流す可能性があるっていうのが一番問題になっててそのウェブ3の世の中でそれを防ぐために何ができたかっていうとブロックチェーンっていう技術ができたっていう、はい、ブロックチェーンは聞いたことありますよねみんなね。はい で、そのブロック、そのブロックチェーンを作ったのはね、まあ、日本人とはされてないんですけども、サトシ中本さんっていう人だというふうに言われてて、いわゆる、あの、ビットコインという技術を,つ、はい、を作ったのが、サトシ中本さんっていう2008年のことでございます。その人のブロックチェーンの技術によって、こう、 みんなが、こう、情報を共有できる。誰かが情報を持ってるんじゃなくて、みんながその情報を共有するっていう、そういう,う、ことができるようになった。これ、あの、ターミネーター2って知ってました。うん、ターミネーター2で、あの、サラが、こう、国防総省庁の、えー、スカイネットを壊そうとするんだけど、壊し、えー、一生懸命壊したんだけど、結果的に、 あの、審判の日が来てしまった。それは何でかっていうと、すべての人のコンピューターの中にスカイネットが入り込んでいったっていう、そういうお話でございましたよね。まあ、それが、それの技術っていうのが、いわゆるブロックチェーンみたいな感じで、すべての人がその情報を共有するっていう。それから派生したのが NFT。 とかあ、デファイとかいう話ですよね、えー。そういうことがたくさんあったっていうことなんですけども、えー、僕はそこで一番言いたかったのは X2Arm。 えー、そういう,う世界になったときに、X と Arm、Arm って稼ぐという意味なんですけど、うん、稼ぐ何かを持ってる人しか生き残っていけませんよっていう時代がもう来る、Web3、うん、になったら来るんだっていう、だから自分は何,だ何を持って稼げるかっていうことを確立する、うそういう時代が Web3 の時代なんですよって、そういうお話をさせていただいたんですよね。皆さんん頭いいいいですね私もアルファベットがいっぱい出てき <laughs> たけれど <laughs> こういうお話を、まあ、年始だから特に気合を入れて、うん、経営者のね、うん、観点からもお話しされたと思うんですけれども、ねあの、月初の朝礼も近づいておりますそうですね、2月1日に行います、7時55分から気温は総合鉄合で行いますし、えー、その後ウェルデリ会、2月4日に、えー、また2時から気温は総合鉄合で行いますが、まあ、こんなところでいろんな話をさせていただいてますんで、ぜひともお聞きくださいという。 ということでございます。勉強してるんですね。はい、私も理解ができる頭になるよう今年頑張ります。はい続いて後半は、ヨッシー清松の幅広い交友関係の中から素敵なゲストをお招きしてスペシャルトークをお送りします。ゲストさんいらっしゃい。さて今日のお客様は、北海道ダイニング春。 そして夢を語るベップのオーナーでいらっしゃいます石田剛さんです。はい、剛よくんいらっしゃい。はい、お願いします。剛よくんはね、<っ>あの去年やったあの何うちのダイボウレン会,会、えー。それでフレアボトリングっていうのをや、はい、あのやってもらったんで、えー、その時にあのうちの番組でてくださいよって言ったら心よく弾きますって言ってくれたんで、えー、まあ今日はお招きさせていただいてます。はい、フレアボトリングとは。 フレアボトルにちょっと説明してやって、ね。ボトルとかシェーカーを投げたり回したりしてカクテルを作るパフォーマンスです。おかっこいいですね。そう、あの、例のトム・クルーズのカクテルってありますよね、はいあ。あれをなんか見て。そうですね、あれを学生時代に見て、ちょっとあの始めてみようかなと思って。 始めたらモテるなと思ったんでそれがきっかけで <laughs> <は>いいですもうみんなきっかけはそこですよ、はい、そうですよ、ええ、男バスすね全、ええね、ては欲から始まるんだよね <laughs> でね結果 <laughs> としてどうなんですかそうですねそのあとやっぱ難しすぎて一回挫折するんですよ、ええええ、でその後にお店始めてその北海道ダイニング春の前にちょっとダイニング前やったんですけどその時最初半年ぐらい全然あの お客さん来なくて、お客さん来ないっていうか、売りがなかったんで、飽きられちゃったんで、で、そこでなんかネタないかなと思ったら、そのパフォーマンスしようと思って、やったらそっからですね、もう15年ぐらい前ですけど、<ー>はい。でど、どうして別府の街で北海道ダイニングなんですかあ、そうですね、えっと、そのパフォーマンス、そのフレアの大会が全国各地あるんですけど、北海道に、あの、僕友達がいて、その大会、北海道に行った時に、 北海道どこのお店店行っってても安くて美味しい店多かったんですよ、うん、ああこんなお店が別府にはあったのな僕毎日行くのよなと思って僕のコンセプトとしては自分が行きたいお店を作るってことなんでそれで北海道で感動したんでじゃあ地元で持って帰ろうと思って、うん、はい、はい、料理とかは北海道の料理みたいなのが多いんですかそ,そうですねでも,もう北海道から食材を引っ張ってきて、えー、まあこっちのものと掛け合わせて提供している ああなるほどはい、おいしいですよ、行ったことありますあのね、場所もわかりやすいんですよあの、別府駅ね、降りていただいてまず海の方にこう行く行くでしょで最初のカードは左側にね、曲がっていただいたらそうですね、すぐですね宝くじを買った後に行きますけどねそうそう、お近いです一階が天ぷら屋さんですそうですね、はい とてもわいわい騒げて、美味しくて飲めてというね、広いですよね。そうですね、店は多分別府で一番広いそうですよね、それぞれ団体に応じて、何人でも入れるような部屋がたくさんあるんですよね、オープンスペースなんだけど、細かく区切られてて、どんな人数で来られても対応できるような、そんなす晴らしい。 ところで僕も何回か行かせていただきました、ねはい、ます本当にありがとうございます。はい、まあ四四五人でいったら四五人用のテ,、はい、テーブルがあるし、はい、え二十二三十人で行くと三二十二三十人用の、はいえー、テーブルあそういうテーブルもあるし、はい、あ本当にで料理も美味しいんで、うんえー、面白いですよね。なんと,にとにかく。はい、とととのスタート。 トム・クルーズから始まってるわけですよ。はいはい、カクテルから始まってるわけですよ。はい、それがそのお食事、はい、お料理っていうふうになると、この経営者としての部分もあるじゃないですか。はい、ここはどうやってこう変化していくんですかそうですね、もうほんとバーの時は、もうめっちゃ適当やったんですよ。ええ、もう自分で言うのなんですけど。はい、でもそこでやっぱこのままだったら、やっぱ、なんですか、1次会のお店じゃなくて、2次会のお店って、うん、 やっぱ一次会行く人って結構多いんですけど、そっから二次会に行く人ってやっぱこのもう20年とかでどん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 減ってって、これ二次会の店したら絶対もう先ないなと思ったんですよ。だったら一次会っていうかそのご飯食べる店しないと、ちょっと無理だなと思って。そこでもう変えて、僕自身も成長するためにも経営っていうか、もう今一生懸命学んでるところですね。 でも何,何歳であの春を作ったんですか、えっと、春の前にミューって店やってたんですけどそれが大学卒業してもすぐですね、うん、に国金でお金借りて奇跡的に、まあ、当時クラウドファンディングもないし、はい、もう何ですかお金集め手段なかったんで国金に名前ですか30枚ぐ資料作ってで僕高橋歩さんっていう風邪さん好きなんでその人が もう金なくてもこねなくてもお店出せるみたいな本があったんで、うん、それを持って企画書作って持ってったら本当お金借りれて250万円からスタートしましたいやでも別府で一番大きなあの広さのあるお店、はい、春なんでしょうけども、はい、それって結構お金かかったんじゃないですかそうですねでそのからミュウから春に移って最初はまあちょっと半分ぐらいまあ 全部書いてたんですけど3分の2ぐらいしか使ってなくてでもうほとんど手作りで作って、うんうん、頑張ったんですけど、ね、でまあもう本当それでお金は節約して作ったんですけど北海道にするときに結構大きい借金しましたねそうですかへ、ね、<ー>えー あのもう僕もねあの、別府に遠くから来た人お招きする時あるんだけど、はい、北海道ダイニングって書いてるから、なんとなく呼びに行くいんですよね。そ,うそ,うそ,うそれが今のちょっと弱点なんか、もしこう地元の別府名物みたいなのがなんか名前にあると、なんか遠くから来たお客さんとかも、ここをあの、別府で有名なお店ですってす、そうなんですよ。だからもう 一番やられたのが、うん、ロナでタイ中盤から後半にかけて観光客がめちゃくちゃ多かったんです、はい、でうちのお店ってほぼ9割以上が地元のお客さんなんですよそうですよね地元のお客さん全く出てなかったんで、はい、だから今ちょっとシフトチェンジしてまさにちょっと地のものを扱ってもう北海道と美味しいもの食べれるよってお店にちょっとずつ今変えてる段階です<ー>まさにありがとうございます,す、ね、僕言いたかったんですよ そんな気がしますよだから北海道取った方がいいかなやそれも悩みもあったしまあターゲットをどこにするかにもよりますよね今おっしゃったみたいに私なんか地元の人間からすると逆にそっち食べたいって思えますからねはあそんな中でもう一点舗さっきご紹介しましたけど「夢を語れ」って私かつてこの番組でご紹介しあたんですよ西川剛君この番組に来てもらって「夢を語れ」についてコンセプトとかいろいろ お,お話をお聞きしたことありましたよね、そのお店、今は、んすみません、あの夢を語れって、記憶が正しければ、ラーメンなんですけど、はい、全然また違うじゃないですかそうですね、もう僕がその西岡さんとだ別府来る前から、たまたまやりあの知人を介して別府にお店出したい人がいるからっていうので、紹介してもらって。はい まあ、不動産はある程度決めてたんで、あとはもうそういう地元の人脈とか、あとおみ、会社さんとかいろいろ紹介させてもらって、少しずつ少しずつできていったのが夢を語りで。だからできたのは当初から僕は関わって関わってたんですか。はい、ああ、なるほど。 そうなんですよ西横さんのねコンセプトも感動したんですよね僕ら、えー、はお話を聞きながら、えーね、夢を語るラーメン食うんじゃなくて夢を語る場所なんだみたいなそうそうそう,そうたまたまそこにラーメンがあるだけで焼き鳥だったら焼き鳥屋でもよかったんだみたいな話をね、はい、ここに来てされたんですけども、まあ、今日初めて聞かれた方のためにもう一度伺いますけど、はい、ラーメンを食べて自分の夢を語るんでしたっけそうですね 卓、はい、上にベルがあるんでそのベルを鳴らしてもらってそうすると空気が一変してもうラーメン食べるみんな食べながらでいいんで夢聞いてくださいってことでみんなに夢を聞いてもらう、うん、で最後<ー>最後にせーのって言ったらグッジョグッジョです,ですはいう<ー>ですよね そうなんですよ、ね、大器晩成今年結婚するぞとかでもいいわけですよ、ね、そういう,うすることを語ってもらったらじゃあどうやったらそれの夢叶いえますかって質問したりとかして、はい、より具体的にしてその夢を応援するっていうはい、はあ、い,ろいろお手伝いしてますなんかいろんな化学反応起きてるんですよ今そうですねもうびっくりするぐらい例えばあの夢お店オープンさせたいって言ったらたまたま近くでラーメン食べた人が その大工さんとかで、じゃあ俺作ってあげるよとか、うん、そういう夢を語ることによって、そのマッチング生まれて、あの、一つの形になったりとかもよくあるんで。ちなみに味ってどうなるんですか味ですか味は、醤油豚骨、まあ豚骨醤油っても言われてるんですけど、ちょっと濃いめのラーメンなんですけど、まあ女性二郎系っていう。そうですね、系の。はい、はい豚骨ラーメン。前のこう継承していく形そうです、そうそうはい、うん。うん まあちょっと僕になってから食べやすく、量とかも。 選べるようにして両母と行ったことあるんですけど両母が「うわここもう二度と来れない」って申し訳なくなっちゃうんですよ残しちゃうからねやっぱそういうのがあるんで最初は量が多かったですよねすごいですよねもうあれ食べきるどうやって食べきるのっていう感じの量が出てたんで一緒に行こうってあそこ私もう食べれないから悪いからってなっちゃうすもんねそれがどう変わったんですか もうもうえっと、前は麺 300g が普通だったんですよそれでも言われなかったらもう、うん、すぐそのまま出すんですけど僕になったらもう麺の量 100g50g とかもう少なめからもうその3 0 0 4 0 0とか選べるようにして 250g 以上はちょっと有料になっちゃうんですけど、うんはあ、選べるようにしたい、ね、はい、あ、もう時間的になんか今ラーメン食べたいわっていうモードに入ってる人多いと思うんですけど <laughs> 場所と営業時間教えてくださいはい 夢はで,ですね、えっと、場所は石垣東10丁目ですねホテルサンバリーっていうホテルがあるんですけど、はい、その近くですね、はい、で営業時間が昼は11時半から、えー、2時まで,で夜は6時から9時まで営業してますはあ,、はい、あいや夜の時間は重なるんですね そうですね。はい。あの春と。そうです。はい、夜は僕はあの春の方、居酒屋の方にい。ああ、行って。はい。はい。だ、それは授業員の方が。そうですね。優秀な、あの、大分大学出身の子が引き継いで。 張ってやってくれてますあ。あの、システムは変わってないんですかあの、ね、ど、えー、独立、独立したら3年ごとにこう廃業するんだとか。あの、店の名前を変えて新たにやるんだとか。うもう3年経ったらその新たな店主ってか、やりたい子に譲るか、あとは名前、看板をな変えて新しく再ス,パスタートするか,か。はい,はい、ここでもう一度お皿でございますよ。はい、えー、3年経って変わるのは、 夢を語れ北海道ダイニングがあるは、影響に続いてもらわないとまあ、そうですね、まあ、いつ終わるか分からないですけどだ、えーっと、だから創業者の西岡さんも、うんえっと、別府に3年間いて、もうそれで、えー、それを譲られて、また別の所に行って、はい、今、都数に行かれてるんですか なんですかえっ、ー、と、別府を辞めて、本当は、あの、夢を語れるアプリを作りに行ったんですよ。東京に。うんえー、そうすると、やっぱ結構、また別の、あの、ジャンルじゃないですか。えー、たく、超たくさん、たくさん苦労して、で、ちょっと一旦それは置いといて、やっぱじ、その、やっぱ資金が底ついて、じゃあ自分が何ができるかってやっぱラーメン屋だってことで、 絶対に誰も出さないだろう、47都道府県最後の地、佐賀をあえて選んで、ん佐賀で、鳥、ま、栖、あ、でお店やってます。今、もう本当にこう大繁盛店になってる、ね、九州で一番お客さん来るぐらいの<ー>、はあ、営業時間めちゃくちゃ短いんですけど、その中で多分一番ですね、九州一番のラーメン屋さんそ。そういう,こう大成功していらっしゃる方っていうか、ある意味師匠ですよね、はい、やっぱり目指すところですかね。 そうですね僕はやっぱり西岡さんの,その夢子供たちが、ね、もっともっとたくさんの夢を持ってほしいし、うん、その夢を叶えてほしいっていうビジョンとか、うんはい、誰もが夢を語る自ら夢を語るっていうビジョンがあるんでそれを継承してなんかお手伝いしたいと思ったんで当時はなんか従業員は。あの ただで働いてみたいな感じだったんですけども、それも同じなんですか。いや、今は僕給料出して。ああ、そうなんですか。そうですね。あの、ね、なんかラーメンの作り方を教えてるんだから、お前。あの、自分の生活は自分で。みたもともとは、寝泊まり。 食べるもんは保証すやっぱそうじゃないですか大学行くのってわざ,わざと僕だってお金払って行ってるじゃないですかラーメンも一緒で学んでのれももらえるのになんでお金もらうのっていうのは確かに僕もあったんで、うん、でそうやっていくうちにやっぱいろんな方から批判とかいろいろ誹謗中傷じゃないですか、うん、されて、うん、今はもう全店舗給料出して。 ね、あそういうは<ー>、えー、当時ねあの西岡さん出てもらった時は全部、えー、タダで働いてみたいなことを言ってましたもんねで3年あのまあのれん分けしたら3年以内に廃業しろみたいなそうですね半年か1年修行してそのから給料出ないけど頑張ったらのれんとそのラーメンの付け方教えるっていうのですね3年以内に廃業っていう志は継承していくんだけれども、まあ、システムは時代とともにやっぱり変化していくっていうことですよね うん、そうでないとねなかなか今の若い人続かないですねでもすごいのがお金もらってない子ほど成功してますねああそれはそうですよねだからやっぱそのラーメンに対する思いと夢に対する思いっていうのがうお金もらって修業した子よりもやっぱ人一,一,一,一倍違いますねここはもうびっくりするぐらいはい、あ そうですよね。はい、まあ、西岡さんの作られたコンセプト通りにはなかなかできないかもしれないけど、やっぱり作られたコンセプトって、やっぱりすごかったっていうことですね。すねはい、何よりも、あの、二店舗ですから、はい、体を大事にしてくださいね。そうなんですよ。朝から、朝早く起きて、<laughs> そうですね、子ども学校生出たり、保育園生出たりして、そこから買い出し出て営業して、で、また昼休んで、昼休みあるんですけど、 昼休みはもう子供サッカー連れてったりとかしてそっから夜営業出てで深夜までもうなんか慣れましたねコロナのおかげではすごいですねもうコロナの感じはもう戻ってきた感じですかお客さんいやまたちょっと12月は良かったんですけど1月になってからやっぱもう繁忙期終わって今観光客ばっかりで地元のお客さんとかやっぱ一般の方は少ないですね別、ね、プの街ははい まあそうね、盛り上がっていってほしいですよね、はい、別府の町もね、これからね、年度末になったら、送別会とか、会とかそ,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 そこまで頑張って、僕も、うん、こ<ー>れですからね、行きましょうね、うん、うねはい、おいしいものためにね、この番組ですね、あなたにとって未来とはという質問で締めくくることになってます。にとととって未来とは夢と希望ですね 夢ときは、はい、すごいですね、はいまあ、そもう本当、言葉通りのことを今、うん、実行してますよね、はいえー、本当だったらもう春で大成功してて、<laughs> それなりにあの、ね、生活に問題もないわけだから、そんなわざわざもう寝る間も惜しんで、ラーメン屋新たに開業なんて、そんなこと考えないじゃないですか、普通の人。結構うまくいったんですけど、もうすべてがコロナでやっぱ一変して、<ん>夢も希望も僕、なくなったんですよ。はい、その時に たまたま声かけいただいたのが夢を語れで、それで夢を希望を持てたんですよ。未来とか描けなかったんですけど、夢を語れのおかげで、僕は助けられたと思うんで、逆に僕は次助ける番だなと思って。だから夢を語れって言われたようなもんですよね,逆ね<ー>、逆にね。うん。で、まあ、あの、番組前に言われてたんですけども、今、あの、日本中で一番夢を集めてるのは俺だ、みたいなことを言われてたんですよ、ねはい。夢を集めるはい。まあ、夢は、まあ、お 全国は分かんないですけど、日本、あの、大分県だったら間違いなく僕が子供の夢と大人の夢を集めてるなそして一番応援して、あ、社長ほどじゃないですけど、応援は2番ぐらいで、はい、はい、させていただいてます。はいはい、ねもう本当にその、言ってることをその通りやってるっていうのはすごくて、まあ、その、西岡さんのコンセプトには、必ずこう、なんか、もうそれより1個上をなんか考えてやってるっていうのはすごいですよね。はい、ね。 このの人お店だから行きたいいと思まねねみんなから応援されるお店になって美味しいお店はたくさんあるんだけどこの人を助けたいと思って行くお店になってほしいですよね頑張りますはいどうもありがとうございました北海道ダイニング春そして夢を語るベップ店のオーナーでいらっしゃいます石田剛さんでした世のため人のためそして己のために。 を社長として承認だけで成り立つ会社を目指しますはい強し、えー、くん帰っていかれました本当にねもうあの若い人でこんなにこういろんなあ夢とかいうのをこう集めてそれを実現するために頑張ってる人って僕も本 本当に強くん尊敬するんですよね。 素晴らしいですね、もうラーメンが食べたくて使わないですけど、でもちょっと今日はですね<う>ラーメン置いといて、はい、チョコレートの話しなきゃいけないですよ、ねえー、あの毎年あの、バレンタインデー企画をやってまして、はいえー、バレンタインデーの日によッしー清松にチョコレートを持って集まるっていう、そういう,う企画、もうこ,こ,この番組始まって以来、ずっとやってて、今回も2月、今回は2月12日なんですか。 1>, 1日の日に、えーまあ、放送予定のやつ、バレンタインデー企画をやりますけども、その収録を、いよいよあさってなんですよ、うん、もうヨッシーがフェイスブックで皆さんに告知はしているんですけれども、うん、その収録をですあさって1月31日の2時から行いますので、1時30分。 までに、えー、この、えー、FMO いったの、ハニカムカフェっていうところかますからそうですね。ここハニカムカフェに来ていただき、いただいて、え、チョコレート持ってきたよって言って、えー、来ていただければ、えー、ま、みんなあ、番組出演することができますんで、はい。まあ、でしたら、あ、来ていただければありがたい。うん、あの、いいんです。そんなにこう、 そうそう、チロルチョコレートでもないいんで気持ちのチョコレートを持ってですね、うんえー、お集まりいただければなと思います、ただ、条件があるんですね、はいえー、よしと、うん、あ僕とフェイスブックでつながって、えー、いただいている方で限りまして、えー、しかもあの僕、イベント情報もすでに出してますが、それに、えー、チェック入れて参加しますっていう、チェック入れてくれた人。 に、えー、来ていただきたいって突然来られると僕も対応困ったりしますんで全く知らない人だったらもっと困ったりしますんでフェイスブックマカフェイスブックは繋がってる人のやつは、えー、目を通している可能性も高いんで、えー、でどんなことやってる人かなっていうのはフェイスブックで、えー、知ることはできてますんで、えー、話も弾むんじゃないかなというふうに思ってますいつも思うんですけどね、えー、チョコレートあんなにもらってどうするのっていやう <laughs> まだ去年もらったのが消化できてないんですよね。 まあ、でも、あの、これ、お祭りですんでね。そうですよね。毎年やってるんでね、今年どうしようかと思ったんですけどね。<laughs> ねそうですね。え<っ>でも、まあ、続け、続けることは、に、意義があったりしますんで、この番組もそうですけども。だんだん、続けてるうちに、こう、だんだん、リスナーさんも増えてきて、よく、あの、ああ、よしさん、聞いてますよって。言われる回数も増えてきたでしょう。はい。マスクもそうですよ、ね。まあ、とにかく、あっちこっちでね。はい、あの、一応。 公、うん、演するときに私のプロフィール、はい、そっちをこうね、はい、言われる方が多いんですよ日曜6時聞いてくださいとかね主催者さんが言ってくださるありがたいことですよ <laughs> そうですよそうすね、はい、え本当にいや、まあ、こ,この番組に出ることもできますし出ていただく限りはあなたが今何をやっててどういうことを。 応援してもらいたいかみたいなことも言ってもらうとそれに対する応援者もたくさん集まってくる可能性もございますし何より僕がそれを知ることになりますのでぜひともここチョコレート持って集まっていただければありがたいというふうに思います、はい、年齢性別問いませんそうですね、はい、男性の方も結構でございますのでぜひともチョコレート持って集まってくださいはい収録はいよいよあさってでございますお待ちしております はい、はい、それでは今日はこの辺で失礼いたしましょうお相手はよし息を松本久美子でしたせーのいいね